コーチングラボ。はい、コーチングラボのコーナーです。今回はですね、スイングベター、スイングベター新しくなったんですけども、このスイングベターを使って、このバーチャルゴルフの中にある8番ホールですね、この8番ホールを使ってですね、ドライバーの、スイング解析、インパクトエリア解析と、レッスンをですね、やっていきたいなというふうに思います。今回はですね、この成田美鈴ちゃん、僕が教えている、ジュニアの生徒なんですけれども、成田美鈴ちゃんにモデルになってもらって、彼女の、ドライバーのインパクトエリアのクラブ挙動を見ながら、それを参考にしてですね、レッスンをしていきたいなと思います。はい、こんなデータが出ました。飛距離は276ヤード、ヘッドスピードは44、そしてボール初速は64です。多分多くの、アマチュアの方というのはヘッドスピード、彼女よりきっと遅いと思いますね。ただ少しパワーがあるアマチュアの方であれば、きっと彼女と同じぐらいのヘッドスピードだと思います。ただし彼女やはりミート率が高いので、ボール初速も64、メートルセコンも出ますし、このデータを見ていただければ分かるように、打ち出し角度15度。ただしこの、打ち出し角度に関しては、今回ですね、少し、ヒール寄りの上目にですね、当たってしまっているので、若干、少し高すぎるのかなと。彼女のパワーだったら大体14度ぐらいがベストだというふうに思います。そして、彼女もともとですね、フェードボールが持ち球なので、意識的にフェードを打っています。ですから横打ち出し角度が4度、そしてサイドスピンが、200回転ぐらいですね、スライス回転がかかってました。打ち出す方向と曲がる方向のマッチングはとてもいいんですが、多少左打ち出し角度4度というのは多すぎるのかなという部分もあります。一番のね、まず問題です。問題は打点をセンターに当てることです。ウッド形状とアイアン形状の大きな違いというのは、ウッド形状というのはこうバルチって言ってですね、フェース面にこうラウンドがついてます、丸くなってるんですね。ですからフェースの下の方に当たると当然打ち出し角度は低くなりますし、フェース上部に当たると打ち出し角度は高くなります。そしてヒール寄りに当たると、ちょっとヒールぐらいだとギア効果でこうフェードで戻ってきたりするんですが、あまりにもヒールすぎるとですね、打ち出し角度がボンとこう左に出るような傾向があるわけです。ですから、アイアンも同じなんですけれども、芯で当てるというのはとても重要になってくるわけですね。今回のスイングに関して言うと、100点でなかった点というのはやはり芯で当てられなかったことなのかなというふうに思います。だったよ今は。多分当たってます。だったよ。はい、今美鈴に打ってもらったわけですけども、美鈴どうだった？今回は、マシンに当たって、ボールも低く出てくれて、風にも強いいい球が出たと思います。はい、本当にそうだと思いますね。1球目は上っ面って言います。上っ面っていうのはこうフェースの上の方に当たることを上っ面って言うんですけど、ヒールの、上目だったんです。でこのスイングベターで分かることっていうのは、芯に当たらなかった時には、独特にクラブっていうのはヒールに当たるとこう内旋運動ってグッと曲がったり、先っぽに当たるとその衝撃で外に向いたりするわけですね。そういった部分をまず目で見れるっていうところなんですね。例えば打球感として芯で当たらなかったっていう部分っていうのは確かに分かると思うんですけど、どのぐらいヒールに当たってるかとか、どれぐらい塔に当たってるとか、そういった部分っていうのはなかなか肉眼で見ることができないですよね。それがこのスイングベターを使うことによって、肉眼でどれぐらいのところに当たったのか、当たったことによってどれぐらいクラブが要は無駄な動きをしてしまうのかっていうのを見て取ることができます。今見ていただければ分かるように、さっきフェースの上の方に当たって打ち出し角度が15度だったものが、フェースのセンターに当たったらもう11度の高さになるんですね。でこれ低すぎるかって言ったら、実は低すぎないんです。USPGA の男子プロのデータでも 11.5 度ぐらいがアベレージですから、今の芯で当たった今の打ち出し角度っていうのは非常にデータとしていいものであると。実際こうやって見ていただければ分かるように、飛距離も伸びていると。当然芯に当たっているんで、ボール初速も67に上がったということで、飛距離的には上がったんですね。ですから多くの皆さんがですね、肉眼で見ることでその芯で当たったかどうか、いろんなことをですね、見るということがとても重要になります。ぜひですね、皆さんもこのスイングベターを使ってですね、まず見て、練習していただけると、自分のゴルフのスキルアップにつながると思います。